はい、こちらで鳥取県の境港から来たマイワシでございます。ちょっと個体差はありそうな感じがしますけど、ちょっとちっちゃめの方がいいかな。下ろしてみよう。はい、大きめのイワシよりもね、小さめのイワシの方がコロッとしていて脂が乗っていそうだったので、ちっちゃいイワシを選んで下ろしてみました。皮目にもね、しっかりと脂は乗っております。皮を剥いてお刺身にして食べてみました。やっぱイワシは美味しい魚ですね。塩食らおう。